アンドレア・エム・シェンケルは、ドイツの作家。レーゲンスブルク出身。2006年、凍える森でデビューした。同作は1920年代に、ドイツで起こった、未解決殺人事件、ヒンター・カイフェック事件を題材とした作品で、シェンケルの作品では1950年代の、バイエルンのタノッドという、小さな村で、農場主とその妻子、使用人。 従業員が全員が人よりして殺害される事件に置き換えられている。一家はあまり有効的でなく、欲く深く気難しい性質のために、周囲からあまり良く思われていなかったが、事件後、村は恐怖に支配された。犯人は判明していない。ドイツ本国では12万部売れており、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマークなど海外でも出版され、 映画化の権利も売られる予定である。凍える森は2007年にドイツミステリ大賞の国内スリラー部門とグラウザー昇進人賞の受賞作となり、2008年にはスウェーデンで優れた翻訳ミステリ小説に贈られるマルティン・ベック賞を受賞した。英語版は2008年6月5日にザ・マーダー・ファームのタイトルで出版された。2007年8月、 1930年代のドイツのシリアルキラーに主題を置いた第2作カルタイスを観光。同作もドイツミステリー対象国内スリラー部門を受賞した。2年連続で同賞を受賞したのはシェンケルが初めてである。第4作フィンステラウは2012年3月に出版された。ありがとうございます。